はい、X リーグ2回裏、ツーアウト2塁1塁、9番レフトツイストで、曲がピッチエッグ。これを BDG さんが久々の結束アバンギャルド、サイケ風で逆再生っぽいサウンド、これ。ビートズ、I am the Walrus。確かにね、曲調がね、似てた、これと。ああ、似てるなー。で、歌詞がね、確かに。エックマンってね、確か調べてあった。エックマンってあって、ここ。エックマンね、で、ピッチエックでしょ。まあ、歌詞も、歌詞からだけどね、揃えて、曲調はもうかなり揃えてきたなーって感じでね。これを、だから、ここだ、ここを、ピッチャー、アケミンさん、ここね、狙ってって、ビートルズだけはね、ここだけよ、ここピンポイントね、こんな狭いところを狙ってってね、ビートルズ、ビートがルーズになって、これはね、あかんないね、炎上しちゃうね、ボコーンと打たれちゃったね、これ。ボーンと打たれて、ボーンって思いっきり打ったけど、なんとか、ね、センター、ノエルさんが、ビートルズの I am、ここの I am the Walrus を、I am the Walrus を、なんとか、アリアス・ドネレス。まあ一応オリックスで揃えたんでね。元オリックスで揃えて。アリアス・ドルネレス。ね、オリックスで一応揃えたけど、まあ、それでもね、だから要は、長打コースだったから、二塁ランナーがもうホームに帰りそうだったけども、今の好送球で、送球が良かった、返球が良かったんでね、なんとか、ノエルさんの返球が、ライト。あ、レフト、FE さんの、センターか、センター。まあ、まあ、外野の人がもう、本当に、レフトなんか、ノエルス、でも、なんか外野がとにかくね、返球して、すごい今のでね、アリアス・ドネルスで、なんとかね、思いっきり投げたんでね、なんとかその三塁でとどまったみたいなね、で、ツーアウト満塁になったみたいなね、結果。ちょっと、これピッチャー交代だな、これ完全な。ちょっと次僕が、もうやばいよ、ツーアウト満塁だからね、抑えんでいかんなと思ってね、これね。それ明日は、一番、ショート横浜銀蝿対ニューエックスだな、これは。ちょっと、なげんでいかな、僕はね、もうちょっと。ということですね、ちょっと、そういうことで、See you next, next, next league!